今日は早く帰れたから、香りが好きなさつきやケーキを買ったんだ。きっとあいつ喜ぶぞ。あなた大好きなんて抱きついてきたりして。楽しみだ。俺は達也、50歳。自分で言うのもなんだが、俺は愛妻家だ。妻の香りが好きで好きでたまらない。この年になってもこんなに好きなんて、本当に素敵な人に会えたんだな。神様と香りに感謝だ。ただいまーっと。あれ、見たことない靴がある。お父さんでも来てるのかな。やば、お父さんの分のケーキないや。俺と半分こでもいいかな。あれ、寝室の方から声がする。なんでお父さんと香り寝室にいるんだろう。そして俺が寝室に行くと、香り、お父さんって、え？今日もありがとうね。香里さんのためならいつでも行くぜ。だって俺は香里さんのことを愛してるんだから。まさとしくんは嬉しいこと言ってくれるわね。でも所詮ホストクラブの客とキャストの関係なんでしょ。そんなわけないじゃん。俺はさ、香里さんのことが大好きなんだよ。それ本当？もちろん本当だよ。すっごく嬉しい。ありがとう、まさとしくん。嬉しいって言ってもらえた俺こそ嬉しいよ。まさとしくん、大好き。それでさ、私旦那にサプライズを考えてるの。サプライズ？うん、旦那のね、誕生日がもうすぐなの。へえ、そうなんだ。で、サプライズって？そこでね、離婚を発表しようと思ってるの。離婚？そう、まさとしくん、いっつも私と結婚したい。もし旦那さんがいなかったら、かおりと結婚したかったって言ってくれるじゃない。ああ。だからさ、私旦那の誕生日にサプライズで離婚しようと思ってるの。とびっきりの演出も考えてるんだ。離婚？そう、まさとしくんと結婚するために私は離婚するのね。まさとしくんも嬉しいでしょ。あ、いや。え、嬉しくないの？嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。だよね、嬉しいよね。旦那には悪いけど、やっぱり中年男性を毎日見るのは無理。昔はかっこよかったけど。まさとしくん、これからの人生よろしくね。あ、いや、その、どうしたの？ああ、よろしく、よろしくね、香里さん。うん、よろしく。でもさ、俺たちお金ないし、離婚したら慰謝料とか大変なんじゃない？そうね、確かに。でもそれまでに宝くじでも一発当てるからオッケーよ。そうか。なんだ、これは何を見せられたんだ。夢？そうだ、これはきっと夢だ。香里は俺のことを愛してくれていた。こんなことあるはずがない。そして俺は家を飛び出した。車にでも引かれれば、さすがにこの悪い夢も覚めるだろう。この悪夢、早く覚めろ。悲しいかな、ここは現実世界なんだ。え？私は別に貴様のようにここから飛ぼうと思わんが、へこんだ時にここに来ると落ち着くんだよな。貴様にもわかるかな、車の流れを見るだけで落ち着くこの気持ち。それはわかるような気がする。って、俺、自分の半分くらいの年の女の子に何を言ってるんだ。そうか、貴様ならわかる気がしたよ。貴様はなんでここから飛び降りようとしていたんだ。なんだろう、この女の子には話さなきゃいけない気がする。それは、いや、待て。え？その前に私の話をしよう。は？落ち込んだ時ここに来ると言ったろ。言ってたね。私が落ち込んだ理由、それはここで会ったが100年目、椿、貴様を貶めてやる。アミさん、今日は何で貶めてくれるんですか？椿さん、喜びすぎっす。そんなに喜んでるのはおかしいっすから。貶めるで喜ぶのはおかしいっすから。ちょっと、
何言ってるかわからないです、スッスさん。椿さん大丈夫か、スッス。スッスじゃないっす、コハルっす。あ、ごめんなさい、スッスさん。ついスッスさんと言ってしまいました。もういいっすよ。アミはともかく、椿さんにとっても私はその程度の存在だったんすね。ちょっと待て、小春。小春さん、ごめんなさい。待ってください。本当にごめんなさい。そんなつもりはなかったんです、小春さん。小春ってことがあったわけだ。え、なんでそれでそこまで落ち込むんだ。落ち込むに決まってるだろうが。普段スッススッスとからかってはいるが、小春は大切な友人だ。その友人を傷つけてしまったんだから。はあ、私はその時人生に絶望したよ。でもな、死のうとは思わなかった。それはどうしてだ。なんだろう、俺はいつの間にかこの女の子の話に引き込まれていった。それはな、死んだらおしまいだからだ。死んだらおしまい。何を当たり前のことを言っているんだこの子は。何を当たり前のことを言っているんだこの子は。そう思ったろ。うん、その感覚は正しい。ただ口では当たり前だと言えても、いざとなった時死ぬしかない。その選択肢を選んでしまうやつもいる。それは俺のことじゃないか。あのな、人生って面白いんだ。83歳までクソみたいな人生、そう思っていても84歳の1年間で人生が最高だった、そう思えることだってある。はあ、そう考えるともったいなくないか。例えば私だったら、す、う、小春に誠心誠意謝り、また友人として貶め合える日が来るかもしれない。その日が来るかもしれない。可能性を捨ててまで急いで死ぬ必要はあるのか。いや、俺は死ぬつもりなんてない。ただ夢から覚めるつもりなだけだ。それは本心で言ってるのか。当たり前だろ、本心だ、本心に決まってる。正直になれよ。あ、分かってんだろ、これが現実だってこと。私もそうだった。小春を傷つけてしまった時、これは夢だ、そう思いたかった。わけのわからない話をするな。やめろ、やめろってば。ただつねってもつねっても痛くて、これは夢なんかじゃない、それが分かってしまったんだ。その頬の晴れ、貴様も何度もつねったんじゃないのか。現実を受け入れられず、その頬を。そんなわけ。人生を信じてみないか。貴様の将来を信じてみないか。今はどん底かもしれない、でもきっといつか上り坂が見えてくると。綺麗事を言うんじゃない。すまない。え、綺麗事でも言わないと心が押しつぶされてしまいそうなんだ。大切な人を傷つけてしまったから。ああ、この子は俺とは全く違う種類の悩みだ。ただ見たところ年齢は高校生ぐらい。高校生くらいの年齢の子にとってこういう関係は一番大事だろう。本人が抱えてある悩みの大きさ的には俺と同じ、もしかしたら俺よりも大きいのかもしれない。それでも人生を諦めず、この子はどうにかしようとしている。それなのに俺は人生を投げ出そうとしている。これが現実だということはとうに理解しているはずなのに、情けない、本当に情けない。わかんないけどさ、わかんないけど、君ならこの問題どうにかできる気がするよ。無責任な。人生を諦めた男が何を言う。君の言う通りだ。わかった、おじさんも人生を諦めない。だからさ、君もこれからも諦めないでくれ。君ならば人生を何度も逆転できる気がするんだ。言ったな、お前は人生を諦めないんだな。ああ、約束するよ。そうか、約束するんだな。絶対だぞ。ああ、絶対だ。なら、そろそろ出てきていいぞ。あ、そろそろ出てきていい？てってれー、ドッキリ大成功っす。
ちょっと待て、なんだこれは。私たちの間で飛び降りようとしてる人にドッキリを仕掛けようとなったんだ。ああ、じゃあ今までのは全部嘘。ああ、安心してくれっす。 99% 本当っす。私が大げさに演技したら、アミと椿さんが本気でへこんでしまって。うるさいっすっす。小春さん、でも小春さん本当にごめんなさい。いや、何度も言ってるっすけど、私の方が悪かったっす。さすがにやりすぎたっす。なんだよ、俺を騙して楽しんでたってわけか。それは違います。あ、つい15分前まで本当にアミさんはここで泣いてたんですから。泣いてなんかない。私たちが仲直りして帰ろうとした時、あんたが現れたんすよ。そしてアミが、もしかしてあいつは私と同じ思いをしてるのかも、なら貶めてやりたい、そう言ってあんたに話しかけたんす。貶めてやりたい。ああ、安心してください。アミさんの貶めるは、貶めると言ってもいい貶めなんです。よく、わけがわからん。いいから黙って貶められろ。人生っていいもんだな、そう私はさっき思えた。だから貴様にもそのお福分けをしてやるよ。はあ、お福分け。こうして不思議な女子高生たちに絡まれた俺、人生もう諦めようと思っていたが、騙されたとはいえ人生を諦めない、そう誓ってしまった。諦めない、もう少しやってみるか。うん、やるしかないよな、誓ってしまったんだから。そして俺は女子高生としばらく話し、家路に着いた。ただいま。あれ、遅かったじゃん。残業があってな。そうだったんだ、お疲れさんまんさ。そうだ、今度のあなたの誕生日にさ、私サプライズ用意してるから楽しみにしてて。サプライズ？うんうん、そこにあるの。何？俺の目に入ったのは宝くじの山。ああ、宝くじよ。知り合いにもらってさ。もしさ、宝くじが当たって二人で悠々自適に海外暮らしでもできたら最高でしょ。だから今日から宝くじ買って、少しでもその夢に近づけようと。そう。もうちょっと喜んでくれると思ったのに。あれ、その袋もしかしてさつき屋のケーキ。達也くん、私のために買ってきてくれたの。大好き。食べたかったら勝手に食べて。じゃあおやすみ。達也くん、まあ気にしなくていっか。1ヶ月後。これもダメ、あれもダメ。宝くじって当たらないものね。まあそんなもんだよ。今年はお預けかな、まさとしくんとの結婚。残念だけど。そうだよね、お金ないし。あんなおっさんと別れてまさとしくんと結婚したかったのにな。これで最後の1枚。どうせダメなんだろうな。まあ来年があるよ。あ、あれ、ああ、どうした香織さん。見て見てよ、まさとしくん。え、嘘だろ。そして迎えた結婚記念日。今日で結婚25周年だね。ああそうだな。実はね、日頃の感謝も兼ねてサプライズがあるの。サプライズ？うん、じゃじゃーん、離婚届け。もういいでしょ、別れましょ。別れる？うん。ああちょっと来て、まさとしくん。チース。このまさとしくんはね、私のフィアンセなの。どうも、かおりさんのフィアンセです。私離婚してこの人と結婚するから、これが私からのサプライズ。正直あなたのこと嫌いじゃないけど、やっぱり若さには勝てないわよね。ああ、慰謝料は払うから。だから離婚いいでしょ。慰謝料は期待してくれていいわよ、私金持ちだから。俺なんて逆プロポーズで高級車もらっちゃったんす。ほら外を見てみて、あなたにも慰謝料として高級車プレゼント。ありがとう。どういたしまして。
どうして高級車買うようなお金があるのか聞かないの？一応教えてあげるわ。これ見て。宝くじと新聞紙。そう、実はね、私一等の7億円当たっちゃったの。だからさ、高級車なんてはした金で買えちゃうのよね。さ、これでお別れよ、あなた。わかった。あら、もっと離婚したくないって泣くと思ったのに、意外ね。まあすんなり言って嬉しいわ。ただ一つ言いたいことがある。はっ、なんだよ、それでも香織さんを愛してるとか。いや違う、それ去年の当選番号だぞ。え、そんなわけないじゃない。日付をよく見てみろ。あ、令和3年？あ、どうして？確かに令和4年って書いてあったはず。おい、見せてみろ。え、ほんとだ、令和3年？どういうことだよ。私もわからないわ。だって、まさとしくんも確かに見たでしょ？おう、見た。でも、こうやって実際に。ということで、高級車はいただくな。ちょっと待って。やっぱりなしに。その車、7億入ると思って闇金に借りたお金で買ったのよ。知らないよ。これは慰謝料なんだろ。ちょっと待って。このままじゃ、私。そこのフィアンセに助けてもらえよ。そうね、マサトシ君、どうにかして。私のフィアンセなんだから。金ないならあんたみたいなおばさんに用はないんだけど。そんな。じゃあな、おばさん。達也。じゃあさっさと家から出てってくれ。そんなこと言わないでよ。その後、香織はというと、死ぬ気で払えよ。いや、違うんです、そのお金は。元夫が車を買って。知らねえよ、てめえが借りたんだから。俺は関係ないんだろ、車をもらっただけだ。てめえ、浮気して慰謝料ばっくれてんだろ。こっちで立て替えてやったからよ。その車を売った金プラスアルファで慰謝料払ってもらうぜ。そんな無茶苦茶な、道理が通ってない。ヤクザに道理を求めんのか。え、ヤクザ。よし、行くぞ。カニ漁船からの体売り、そして人体実験並みの知見のフルコースだ。最高だな。せいぜい借金返すために頑張りや。やだやだやだ。なんでだよ、こんなのなしだろ。こうして二人は今地獄を見ているそうだ。ちなみに俺はというと、車と慰謝料を受け取り、車をすぐに売ったこともあり、大金を手に入れることができた。そしてあの女の子の紹介で再婚をすることもできたんだ。本当にありがとう。俺今幸せだよ。てってれー、ドッキリ大成功。は？今の幸せドッキリ？冗談だよ。ただ幸せは歩いてこない、だから進んでくんだ。これからも自分で手に入れていけ。生きててよかった、そう思える人生になるように。私も進んでくからさ。ああ、わかった、約束する。幸せは歩いてこないか。そうだな、進んでいこう。もう人生は長くない。人生幸せだった、そう言って天国に行けるように前進していかないとな。Thank you.